江戸川アランポーコガネムシおやおやこいつ気が狂ったみたいに踊っているタラントグモにかまれたんだなみんな間違いもうよほど以前のこと。 私はウィリアム・ルグラン君という人と親しくしていた彼は古いユグノーの一家の子孫でかつては富裕であったが打ち続く不運のためすっかり貧窮に陥っていたその災難に伴う屈辱を避けるために彼は先祖の代から住み慣れたニューオーリアンズの町を去って南カロライナ州のチャールストンに近いサリバン島に住むことになった この島島は非常に妙な島だ。ほとんど海の砂ばかりでできていて長さは3マイルほどある幅はどこでも4分の1マイルを超えないクイナが転んで集まるネバ土に足が一面に生い茂ったところをじくじく流れるほとんど目につかないような小川で本土から隔てられている植物はもとより少なくまた あったにしてもとても小さなものだ。大きいというほどの。樹木は1本も見当たらない。島の生誕にはモールトリー要塞があり、また夏の間、チャールストンの人外と暑熱とを逃れてくる。人々の住むみすぼらしい。木造の家が何軒かあって。その近くにはいかにもあのもしゃもしゃした。白のしがあるにはあった。 しかし、かこの西端と海岸の硬い白い渚の銭湯を除いては島全体はイギリスの園芸家たちの非常に珍重するあの芳しいマートルの下映えでぎっしり覆われているのだこの陥木はここではしばしば15フィートから20フィートの高さにもなってほとんど通り抜けられないくらいの草林となって辺りの大気を そしかぐわしい,方向で満たしているこの草林の一番奥のつまり島の東端からあまり遠くないところにルーランは自分で小さな小屋を建てて私がふとしたことから初めて彼と知り合った時にはそこに住んでいたのだった私たちは間もなく親密になっていったというのは ここのののの者にには興味と尊敬の念頭を起こさせるものが多分にあったからなのだ。私には彼がなかなか教育があって頭脳の力が非常に優れているがすっかり人間嫌いになっていて今熱中したかと思うとたちまち憂鬱になるといった堅い字な気分に陥りがちだということが分かった彼は書物はたくさん持っていたが たたままにしか読まなか読なった主な楽しみといえば重量や魚釣りあるいは貝殻や昆虫学の標本を探しながら渚を伝いマートルの林の中を通ってぶらつくことなどであったその昆虫学の標本の収集はスワン・メルダムのような昆虫学者にも繊望されるくらいのものだったこういった遠出をする場合には大抵 ジュピターという年寄りがお供をしていた彼はルグラン家の霊落する前に解放されていたのだが若いウィル旦那の後をついていくことを自分の権利と考えて脅しても透かしてもそれをやめさせることができなかったことによったらルグランの親戚の者たちがルグランの頭が少し変なのだと思ってこの放浪壁の男を監視し 貢献させるつもりでジュピターにそんな頑固さを教え込んでいたのかもしれないサリバン島のある井戸の辺りまでは冬でも寒さが非常に厳しいということはめったになく秋には火がなくてはたまらぬというようなことは全くまれであるしかし1 8 0 0年の10月の半ばごろひどく冷え冷えする日があった。 ちょうど日没前私はあのトキワの間をかき分けて友の小屋の方へ行ったその前34週間ほど私は彼を訪ねたことがなかった私の住居はそのころこの島から9マイル離れているチャールストンにあって往復の便利は今日よりはずっと悪かった小屋に着くと いつも私の習慣にしているように扉をたたいたが何の返事もないので自分の知っている鍵の隠し場所を探し扉の上を開けて中へ入った炉には気持ちのいい火が赤かと燃えていたこれは思いがけぬ珍しいものでありまた決してありがたからぬものでもあった私は街灯を脱ぎ去ると パチパチ音を立てて燃えている丸太のそばへひじかけいすを引き寄せてこの家の主人たちの帰ってくるのを気長に待っていた暗くなってから間もなく彼らは帰ってきて心から私を歓迎してくれたジュピターは耳元まで口を開けてニタニタ笑いながら晩さんにクイナを料理しようと忙しく立ち働いた ルグランは例の「熱中する発作発作とでも言わなければ他に何と言おう」にかかっていた彼は新しい種類の世にまだ知られていない二枚貝を発見したのだがその上またジュピターの助けを借りて1匹のカブトムシを追い詰めて捕らえたのだそのカブトムシを彼は全く新しいものと信じていたが それについて明日私の意見を聞きたいというのであったなぜ今夜じゃいけないのかねと私は火の上で両手をこすりながら訪ねたカブトムシなんぞはみんな悪魔に食われてしまえと心の中で思いながらあ,あ君がここへ来ることが分かってさえいたらなあ ルーランが言った。どうして今夜に限って訪ねてきてくれるってことがわかるもんかね僕は帰り道で要塞のじい注意にあって全く何の考えもなしにその虫を貸してやったんだだから君には明日の朝まで見せるわけにはゆかんのだ今晩はここで泊まりたまえそしたら日の出にジャップに取りにやらせるよそりゃ実に素晴らしいものだぜ 何が日の出がかいバカな違うよその虫がさピカピカした黄金色をしていて大きなクルミの実ほどの大きさでね背中の一方の端近くに真っ黒な点が2つありもう一方の方にはいくらか長いのが1つあるアンテニーは「ティーンなんてあいつにはちっとも減っていねえんでガスウィルダンだ。 わしは目から言ってるんですが。とこのときジュピターが口を出したあの虫はどこからどこまで羽だけは別ですが外も中もすっかりほんとの黄金虫でさ生まれてからあんな重てえ虫は持ったことがねえ。ルグランは その場合としては不必要なほどちょっと真面目すぎると思われるような調子で答えたそれがお前の鳥を焦がす理由になるのかなその色はね。とここで彼は私の方を向いて実際ジュピターの考えも最もだと言ってもいいくらいのものなんだあの兜から発するのよりもっとピカピカする金属製の艶は君だって見たことがあるまい。 が、これについちゃ明日になるまでは君には何とも意見を下せないわけだ。それまでにまず形だけはいくらか教えてあげることができるよ。こう言いながら、彼は小さなテーブルの前へ腰をかけたが、その上にはペンとインクとはあったけれども、髪はなかった。彼は引き出しの中を探したが、一枚も見当たらなかった。 何いいさととうとう彼は言ったこれで間に合うだろうと直機のポケットからひどく汚れたフールズキャップらしいものの切れっ端を取り出してその上にペンで略図を描いた彼がそうしている間私はまだ寒気がするので火のそばを離れずにいたがが出来上がると、 彼は立ち上がらないでそれを私に手渡したそれを受け取った時高いうなり声が聞こえ続いて扉をガリガリ引っかく音がした続いて扉をガリガリ引っかく音がしたジュピターが扉を開けるとルグランの飼っている大きなニューファウンドランド種の犬が飛び込んできて私の肩に飛びつき しきりにじゃれついた。今まで私が訪ねてきた時には随分かわいぶん可愛がってやっていたからなのだ犬のふざけが済んでしまうと私は例の紙を眺めたが実を言えば友の書いたものを見て少なからず面食らったのであったなるほどね。と私は数分間 そいつをつくづく見つめた末に言った。これは確かに奇妙なカブトムシだよ。僕には初めてだ。これまでにこんなものは見たことがない。頭蓋骨かドクロでなければね。僕の今まで見たものの、中では何よりもそのドクロに似ているよ。ドクロだって。とルグランはオウム返しに行った。 うん、そうだいかにも紙に書いたところでは幾分そんな格好をしているな確かに上の方の2つの黒い点は目のように見えるしえそうだろうそれから下にある長いのは口に見えるしそれに全体の形が楕円形だからね多分そうだろうと私は言った。 しかしだねルーラン君は絵が上手じゃないねとにかくその虫の本物を見るまで待たなくちゃならんどんなごめんそうをしているのか知ろうと思ったらねそうかなあ彼は少しムッとしていった僕はかなり描けるんだがね少なくとも描けなくちゃならんのだ いい先生に教わったんだし自分じゃそうひどい具物でもないつもりなんだからしかし君それじゃ君は茶化しているんだよと私は言ったこれはちゃんとした普通の頭蓋骨だ実際生理学上のこの部分に関する一般の考えに従えば実に立派な頭蓋骨だと言ってもいいねそして 君のカブトムシというのがもしこれに似てるのならそれこそ珍無類のカブトムシに違いないそうだなこのヒントでゾッとするような迷信が一つこさえられるぜきっと君はその虫を人痘カブトムシとか何かそういったような名を付けるだろうね博物学にはそういうような名前がたくさんあるからね ところで君のお話したあの触覚というのはどこにあるんだい触覚とルグランが言った彼はこの話題に奇妙に熱中しているようだった触覚は君には見えてるはずだと思うんだが僕は実物の虫についているとおりにはっきりと書いたんだしそれで十分だと思うんだがな。 うんそうかねと私は言ったきっと君はは書いいいておいたんだろうでもやっぱり僕には見えないそして私は彼の機嫌を存じないようにとそれ以上何も言わないでその紙を彼に渡したが私は形勢が一変してしまったのにはすっかり驚いた 彼の不機嫌には私も面食らったしそれにカブトムシの図はといえば本当に触角などはちっとも見えなくて全体がドクロの普通の絵に確かにそっくりだったのだ彼はひどく不機嫌に紙を受け取り火の中へ投げ込むつもりらしくそれをしわくちゃにしようとしたがその時ふと図をちらりと見ると突然 それに注意を引きつけられたようであったたちまち彼の顔は真っ赤になりそれから真っ青になった数分間彼は座ったままその図を詳しく調べ続けていたとうとう立ち上がるとテーブルからろうそくを取って部屋の一番遠い隅っこにある船乗りの衣類箱のところへ行って腰をかけた。 そこでまた紙をあらゆる方向にひっくり返して敷居に調べただが彼は一言も口をきかなかったそして彼の挙動は大いに私をびっくりさせたそれでも私は何か口を出したりしてだんだんひどくなってくる彼の気難しさを募らせない方がよいと考えたやがて彼は 上着のポケットから紙入れを取り出して例の紙をその中へ丁寧にしまい込みそれをライティングデスクの中に入れて情をかけた彼の態度は今度はだんだん落ち着いてきたが最初の熱中しているような様子は全くなくなっていたそれでもむっつりしているというよりもむしろ 呆然としているようだった夜が更けるに従って彼はますます空想に夢中になってゆき私がどんな洒落を言ってもそこから覚ますことができなかった私は前にたびたびそこに泊まったことがあるのでその夜も小屋に泊まるつもりだったが何しろ主がこんな機嫌なので帰った方がいいと思った 彼は強いて止まっていけとは言わなかったが別れる時にはいつもよりももっと心を込めて私の手を握ったそれから1か月ばかりもたった頃その間私はルーランにちっとも会わなかった彼の下男のジュピターが私をチャールストンに訪ねてきた私は この善良な年寄りのこんなにしょげているのをそれまでに見たことがなかったで何か大変な災難が友の身に降りかかったのではなかろうかと気遣ったおいチャップと私が言った「どうしたんだい旦那はどうかね。へえほんとのことを申しますと旦那様 うちの旦那はあんまりよくねえんでがず。よくないそれは本当に困ったことだ。どこが悪いと言ってるのかねそれ、そこがですよ。どこも悪いと言っていらっしゃらねえだが、それが大変病気なんでがず。大変病気だってジュピター。 なぜお前はすぐそう言わないんだどこに寝ているのかいいや、そうでねどこにも寝ていねえんで。そこが困ったことで、わしはかええそうなウィルダンのことで、胸がいっぺんになるんでがす。ジュピター、もっとわかるように言ってもらいたいものだら。お前は、旦那が病気だという。旦那は、 どこがわるいのかおまえにはらさないのか。ええ旦那さまあんなこってきがちがうてなわりにあわねえこってがずよ。ウィル旦那はなんともねえっていってるがそんならなんだってあたばをさげてかたをつったってゆうれいみてえにまっさおになってこんなかっこうしてあるきもあるだかねえ。それにまたしょっちゅうけいさしてるんで。 何をしてて、いるってジュピター。石版に数字を書いて計算してるんでがすわしのいままでみたことのねえへんてこな数字でさほんとにわしはおっかなくなってきましただだんなのすることにゃしっかりめをくばってなけりゃなんねえこねえだもよのわけねえうちにわしをまいてそのひいちちいねえんでがす。 わしは旦那が帰ってきたらしたたかぶん殴ってくれようと思ってでっけえ棒をこせえときました。だけどわしはバカでどうしてもそんな元気が出ねえんでかす。旦那があんまりかえいそうな様子をしてるんで。えなんだってああそうか。 ままあまあ、そんなかわいそうなものにはあまり手荒なことはしないほうがいいと思うな。せっかんしたりなんぞしなさんなジュピター。そんなことをされたら旦那はとてもたまるまいからね。だがどうしてそんな病気にというよりそんな変なことをするようになったのかお前には何も思い当たらないのかね。この前僕がお前んとこへ行ってからのち何か面白くないことでもあったのかい だんなさまあれからあとにはなんにもおもしろくねえことってございません。そりゃああれよりまえのこったとわしはおもうんですがあんたさまがいらっしゃったあのひのことでどうしてなんのことないなにだんなさまあのむしのこってがすよそれあの なんだってあの、虫で。きっと、ウィル旦那は、あの、コガネ虫に、頭のどっかを噛まれた、ねがす。と思うような理由があるのかね、ジュピター。爪も口もありんで、がすよ、旦那様。わしは、あんないまいましい虫や、見たことがねえ。 そばへくるもんはなんでもみんなけったりかみついたりするんでさウィル旦那がはじめにつかまえただがすぐにまたおっぱなさなきゃなんなかっただ。そんときにかまれたにちげえねえ。わしはじぶんじゃあのむしのくちのかっこうがきにくわねえんでゆびではもちたくねえと思ってみっけたかみきれでつかまえましただ。 紙に包んでしまって、その紙切れの端をそいつの口に押し込んでやりましただ。そんな具合にやったんでガズ。じゃあお前は旦那が本当にそのカブトムシに噛まれて、それで病気になったのだと思うんだな。そう思うんじゃございません。そうと知ってるんでガズ。 あの黄金虫に噛まれたんでんな。けりゃ、どうしてあんなにしょっちゅう黄金の夢を見てるもんかね。わしはめいにもあんな黄金虫の話を聞いたことがありますだ。しかし、どうして旦那が黄金の夢を見ているということがお前にわかるかね。どうしてわかるって。 そりゃあ、寝言にまでそのことを言ってなさるからでさ。それでわかるんでがす。なるほど、ジャップ。たぶん、お前の言うとおりかもしれん。だが、今日、お前がここへごらいになったのは、どんなご用なのかな。なんでごぜます、旦那様。お前は、ルグラン君から何かことづけを言いつかってきたのかい いや旦那様この手紙を持って参りましたんだと言ってジュピターは次のような一通の手紙を私に渡した拝啓どうして君はこんなに長く訪ねに来てくれないのか僕のちょっとした無愛想などに腹を立てるようなバカな君ではないと思ういやそんなことはあるはずがない この前君に会ってから僕には大きな心配事ができている君に話したいことがあるのだがそれをどんな具合に話していいかあるいはまた話すべきかどうかも分かりかねるのだ僕はこの数日来あまり具合が良くなかったがジャップめは好意のおせっかいからまるで耐え難いくらいに僕を悩ませる君は信じてくれるだろうか 彼は先日大きな棒を用意してそいつで僕が彼を巻いて一人で本土の山中にその日を過ごしたのを凝らそうとするのだ僕が病気のような顔つきをしていたばかりにその折感を免れたのだと僕は本当に信じているこの前お目にかかって以来僕の標本棚には何ら加うるところがない もし何とかご都合がついたらジュピターと堂々にて来てくれたまえぜひ来てくれたまえ重大な要件について今晩お目にかかりたい最も重大な要件であることを断言する警護ウィリアム・ルグランこの手紙の調子には どこか私に非常な不安を与えるものがあった全体の書きぶりがいつものル・グランのとはよほど違っている一体彼は何を無双しているのだろうどんな変な考えが新たに彼の興奮しやすい頭にとっついたのだろうどんな最も重大な要件を彼が処理しなければならんというのだろう ジュピターの話の様子ではどうもあまりいいことではなさそうだ私は度重なる不運のためにとうとう彼が全く気が狂ったのではなかろうかと恐れただから一刻もグズグズしないでジュピターと同行する用意をした鳩場へ着くと一丁の大釜と三丁のスキトが 我々の乗って行こうとする。ボートの底に置いてあるのに気がついた。どれもみな見たところ新しい。これはみんなどうしたんだい？ジャップ？と私は尋ねた。うちの旦那のカマと好きでがす。旦那様。そりゃあそうだろうが、どうしてここにあるんだね。 ウィル旦那がこのカとスキを町へ行って買ってこいって聞かねえんでがず。目の玉が飛び出るほどおわしを取られましただ。しかし一体全体お前のところのウィル旦那はカやスキなんぞをどうしようというのかねそりゃあわしにはわからねえこってさ。またうちの旦那にだってやっぱし分かりっこねえにちげえねえ。 だけど何もかもみんなあの虫のせいでガスよジュピターはあの虫にすっかり自分の心を奪われているようなので彼には何を聞いても満足な答えを得られるはずがないということを知って私はそれからボートに乗り込み出版した強い順風を受けて間もなくモールトリー要塞の北の小さい入り江に入り そこから2マイルほど歩くと小屋に着着いいた。着いたた。ののは午後の3時頃だったルーランは待ちこがれていた彼は私の手を神経質なアンプレスマンを込めてつかんだので私はびっくりしまたすでに抱いていたあの疑念を強くした彼の顔色はものすごいくらいにまで青白く 深くくぼんだ目はただならぬ光で輝いていた彼の健康について二言三女と尋ねてから私は何を言っていいかわからなかったのでじい注意からもう例のカブトムシを返してもらったかどうかと尋ねた「もらったども」彼は顔をさっと真っ赤にして答えた「あの緑茶を返してもらったんだ」 もうどんなことがあろうとあのカブトムシを手放すものか君あれについてジュピターが言ったことは全く本当なんだぜどんな点がかね。私は悲しい予感を心に感じながら尋ねたあれを本当の黄金でできている虫だと想像した点がさ彼はこの言葉を心から真面目な様子で言ったので 私は何とも言えぬほどぞっとした。この虫が僕の信頼をつくるのだ。と彼は勝ち誇ったような微笑を浮かべながら言い続けた。僕の先祖からの財産を取り返してくれるのだ。とすると僕があれを大切にするのも決して不思議じゃあるまい。運命の神があれを僕に授けようと考えたからには僕はただ それを適当にモちさえすればいいのだそうすればあれが手引きとなって僕は黄金のところへ着くだろうよジュピターあのカブトムシを持ってきてくれえあの虫でかすか旦那わいしはあの虫に手出ししたかございませんご自分で取りにいらっせいそこでルグランは 真面目な重々しい様子で立ち上がり、カブトムシの入れてあるガラス箱からそれを持ってきてくれたそれは美しいカブトムシでまた当時には博物学者にも知られていないもので無論科学的の見地から見て大した掘り出し物だった背の一方の端近くには丸い黒い点が2つありもう一方の端近くには がいのが一つかぶとは非常に硬くツヤツヤしていて見たところは全く磨き立てた黄金のようであったこの虫の重さも大したもので全てのことを考えるとジュピターがああ考えるのをとがめるわけにはいかなかったしかしルグランマネがジュピターのその考えに同意するのはなんと解釈し,したらいいか 私にはどうしても分かりかねた君を迎えにやったのはねと彼は私がそのカブトムシを調べてしまった時大げさな調子で言った君を迎えにやったのは運命の神とこのカブトムシとの考えを成功させるために君の助言と助力を願いたいと思ってねえルグラン君私は 彼の言葉を遮ぎって大声で言った。君は確かに具合が良くない。だから少し養じした方がいいよ。寝たまえ。良くなるまで僕は二三日ここにいるから。君は熱があるし脈を見たまえ」と彼は言った。私は脈を取ってみたが、実のところ熱のありそうな様子はちっともなかった。 しかし、熱はなくても病気かもしれないよ。まあ、今度だけは僕の言うとおりにしてくれたまえ。第一に、寝るのだ。次には、君は思い違いをしている。と、彼は言葉を挟んだ僕は今かかっている興奮状態ではこれで十分健康なのだ。もし君が本当に僕の健康を願ってくれるなら。 この興奮を救ってくれたまえ。というとどうすればいいんだいわけのないことさジュピターと僕とはこれから本土の山の中へ探検に行くんだがこの探検には誰か信頼できる人の助けがいる君は僕たちの信用できるただ一人なのだ成功しても失敗しても君の今見ている僕の興奮は とにかく沈められるだろう。何とかして君のお役に立ちたいと思うと私は答えただが君はこのべらぼうなカブトムシが君の探検と何か関係があるとでも言うのかいあるよじゃあルグラン僕はそんなバカげた仕事の仲間入りはできないそれは残念だ 実に残念だじゃあ僕ら二人だけでやらなくちゃならない君ら二人だけでやるってこの男は確かに気が違ってるぞだが待ちたまえ君はどのくらいの間留守にするつもりなんだ多分一晩中だ僕たちは今からすぐ出発してともかく日の出頃には戻って来られるだろうでは君は この君の推挙が済んでしまってカブトムシ一件がだ君の満足するように落着したらその時は家へ帰って医者の勧告と同じに僕の勧告に絶対に従うってことをきっと僕に約束するかねうん約束するじゃあすぐ出かけよう一刻もぐずぐずしちゃおられないんだから気が進まるながら 我々は4時ごろに出発したル・グランとジュピターと犬と私とだジュピターは大川と好きと思っていたがそれをみんな自分で持っていくと言い張って聞かなかったのは過度の勤勉や忠実からというよりもそのどちらの道具でも主人の手の届くところに置いていくことを恐れるかららしく私には思われた。 彼の態度はひどく頑固でみちみち彼の唇を漏れるのはあのいまいましい虫眼鏡という言葉だけであった私はというとガンを2つ引き受けたがルグランは例のカブトムシだけで満足していてそれを虫縄の端にくくりつけ歩きながら手品師のような格好でそいつをくるくる振り回していた私は 友の気の触れていることのこの最後の明白な証拠を見たときにはどうにも涙を止めることのできないくらいであったしかし少なくとも当分の間はあるいは成功の見込みのありそうな何かもっと有力な手段を取ることができるまでは彼のしたいままにさせておくのが一番いいと考えた一方 探検の目的について彼に探りを入れてみたがまるでダメだった私をうまく同行させることができたので彼はさして重要でない問題など話したくないらしく何を尋ねても「今にわかるさ!」としか返事をしてくれなかった我々は島のはずれの小川を小舟で渡りそれから本土の海岸の高地を登って 人の通らない非常に荒れ果てた寂しい地域を北西の方向へと進んだヌグランは決然として先頭に立って行きただ自分が前に来た時につけておいた目標らしいものを調べるためにところどころでほんのちょっとの間立ち止まるだけだったこんなふうにして我々は約二時間ほど歩きちょうど太陽が沈みかけた時に 今までに見たどこよりもずっとものすごい地帯へ入ったのであったそこは一種の高原でほとんど登ることのできない山の頂上近くにあったその山は麓から絶頂まで樹木がぎっしり生えていてところどころに巨岩が散らばっていてその岩は地面の上にただゴロゴロ転がっているらしく大抵はてい 寄りかかっている樹木に支えられてやっと下の谷底へ転落しないでいるのださまざまな方向に走っている深い峡谷は辺りの風景に一層整然とした震源の趣を添えているのであった我々のよじ登ったこの天然の高台にはいが一面を覆っていて大釜がなかったら とても先へ進むことができないということがすぐ分かったジュピターは主人の指図によって途方もなく高い1本のユリの木の根元まで我々のために道を切り開き始めたそのユリの木というのは8本から10本ばかりのカシの木とともにこの平地に立っていてその葉や形の美しいこと枝の広く広がっていること 外観の堂々たることなどの点では、それらの果樹の木のどれよりも、また私のそれまでに見たどんな木よりもはるかにまさっているのであった。我々がこの木のところへ着いたとき、ルグランはジュピターの方を振り向いて、この木によじ登れるかどうかと尋ねた。老人はこの問いにちょっとためらったようで、しばらくの間は返事をしなかった。 ととうとう大きな幹に近づいて周りをゆっくり歩き回って念入りにそれを調べたすっかり調べ終えるとただこう言った「ええー、ん那ジャップの見た木で登れねえってのはごぜません」「そんならできるだけ早く登ってくれじきに暗くなってやることが見えなくなるだろうから」 どこまで登るんですかん那とジュピターが訪ねたまず大きい幹を登るんだそうすればどっちへ行くのか言ってやるからおいちょっと待てこのカブトムシを持っていくんだ虫でガスかいビルん那あの黄金虫でガスかいとジュピターは恐ろしがってしごみしながら叫んだ 何だってあんな虫を木の上まで持ってあがれやなんねえでかスわしゃあそんなこと真、ま、っ平だジャップお前がお前みたいな大きな丈夫なやつが何もしない小さな死んだカブトムシを持つのが怖いんならまだまあこのひもにつけて持っていってもいいさだが何とかしてこいつを持っていかないんなら しかたがないから俺はこのシャベルでお前の頭をたたき割らねばなるまいて。なんでごぜえます旦那。ジャップはいかにも恥ずかしがって承知しながら言ったしょっちゅう年寄りを相手に喧嘩してばかりさ。ちょっと冗談を言っただけでかすよ。わしがあの虫を怖こわがるって。あんな虫ぐれい何とも思うもんかねえ。 そう言って彼は用心深く紐の一番端をつかみできるだけ虫を自分の体から遠く離して木を登る用意をしたアメリカの森林樹の中で最も騒音なユリの木つまりリリオデンドロンツルピフェラリウムは若木の時には幹が奇妙に滑らかで横枝を出さずにしばしば非常な高さまで成長するしかし 年を取るにつれて樹皮がこぶだらけになり凹凸ができる一方たくさんの短い枝が幹に現れるのであるだから今の場合よじ登る困難は実際は見かけほどひどくないのであった大きな円柱形の幹を両腕と両膝とでできるだけしっかり抱き手でどこか飛び出たところをつかんで素足の指を別のにかけながらジュピターは 一二度落ちそうになったのをやっと免れた後とうとう最初の大きな木の股のところまではい上ってゆきもう仕事は実質的にはすっかり済んでしまったと考えたらしかった地上から約670フィートばかり登ったのではあるけれど木登りの危険は事実もう去ったのだんどはっちへくんだだがな。そういると彼は尋ねた。 やっぱりんきな枝を登るんだをるこっちの側のだぞとルグランが言ったジュピターはすぐその言葉に従って何の句もなさそうにだんだん高く登ってゆきとうとう彼のずんぐりした姿はその周りの茂った木の葉の間から少しも見えなくなってしまったやがて彼の声が遠くから呼びかけるように聞こえてきた。 まだどのくらい登るんでかすかい。どれくらい登ったんだ。とルグランが聞いた。随分たこがず。とジュピターが答えた。木のてっぺんの隙間から空が見えますだ。空なんかどうでもいい。が。俺の言うことをよく聞けよ。幹の下の方を見て。

さあ、シャップ」とルーランは明らかに非常に興奮して叫んだ。そのエラをできるだけ先の方まで行ってくれ。何か変わったものがあったら知らせるんだぞ。この頃には哀れな友の発狂について私の抱いていたかすかな疑いもとうとう全くなくなってしまった。彼は気がふれているのだと断定するよりほかはなかった。 そして彼を家へ連れ戻すことについて本気に気をもむようになったどうしたら一番いいだろうかと思案しているうちにジュピターの声が聞こえてきた「この枝をうんと先の方まで行くのはおっかねえ子でがすずっとげカレれだでがすよ枯れ枝だというのかいジュピター」と ルグランは古い声で叫んだ。ええ、旦那、枯れ切ってます。たしかに、めってますだ。この世からおさらばしてますだ。こいつは一体、どうしたらいいだろうなあと、ルグランはいかにも困りきったらしく言った。どうするってと、私は、 口を出すきっかけができたのを喜びながら言った。家へ帰って寝るのさ。さあさあ、その方が利口だ。遅くもなるし。それに君はあの約束を覚えてるだろう。ジュピター」ーと彼は私の言うことには少しも気を止めないで怒鳴った。俺の言うことが聞こえるか。ええー、ウィル旦那。 はっきり聞こえますなじゃあお前のナイフで木をよくためしてひどく腐ってるかどうか見ろ腐ってますだ旦那やっぱしとしばらくたってからジュピターが答えただけどそんなにひどく腐ってもいねえわしだけなら枝のもう少し先までいけそうでがすよきっと。 お前だけならってそれはどういうことなんだなに虫のこってかすよとっても重て虫でさこいつを先に落とせば足一人ぐれいの重さだけにゃ枝は折れますめこの忌々しいまいましバカ野郎とルグランはよほどほっとしたような様子でどなった。 何だってそんなくだらんことを言うんだ。そのカブトムシを落としたが最後、お前の首をへし折ってくれるぞ。こら、ジュピター俺の言うことが聞こえるか聞こえますだ、旦那。かわいそうな味に、そんな風に怒鳴らなくてもうようがずよ。よしよし。じゃあよく聞け。もしお前が、そのカブトムシを離さないで、危なくないと思うところまで、 その枝をずっと先の方へ行くなら降りてきたらすぐ一ドル金貨をくれてやるぞ今行ってるところでガスをルだんな。本当にとジュピターは素早く答えたもうお型かた端っこのところでさ端っこのところだってとその時ルグランは たくをてお前はその枝のはしっこのところまでいったというのかもうじきはしっこでかすよう旦那うわあおったまげただ木の上のここのとこにあるのは何だろうよしよしルグランは非常によろこんで叫んだそりゃあ何だ なにシャレ神戸でごぜますよ。だれか木の上に自分の頭を置いていったんで。カラスがその肉をみんな食らってしまったんでガンス。シャレ神戸だと言ったな。上等上等。それはどうして枝に結びついてあるかいなんで止めてあるかいなるほど旦だ那だ。見えしょう。 いやあ、こりゃ確たしかになんとふしぎなこったシャレコベの中にはでっけえくぎがあってそれで木とくっついてますだよしジュピターおれの言うとおりにするんだぞわかるかええー、旦那じゃあよく気をつけろシャレコベの左の目を見つけるんだおお ええ、ようがやすええー、と目なんてちっとも残っていねえんでがすがこのまぬけがおまえは自分の右の手と左の手の区別を知ってるかええそりゃ知っていますがよく知ってますだわしがまきを割るのが左の手でがすなるほどおまえは左利きだっけな で、お前の左の目はお前の左の手と同じ方にあるんだぞ。とすると、お前には洒落神戸の左の目が。というのは、元左の目のあったところだが。わかるだろう。見つけたか。ここで長い合間があった。とうとうジュピターが訪ねた。 シャレコーベの左の目も、やっぱりシャレコベの左の手と同じ側にあるんですかいでも、シャレコーベには手なんてちっともねえだ。なにかまわねえ。今、左の目を見つけましただ。ここが左の目だ。これをどうするんですかいそこからカブトムシを通しておろすんだ。紐の伸ばせるだけな。 だが、をつけて、かんでいるひもを離さんようにするんだぞすっかりやりましたダィルだんなこの穴から虫を通すなわけのねえ子でさ下から見てくださせこの会話の間じゅうジュピターの体は少しも見えなかったが彼の下ろしたカブトムシは今ひもの端に見えてきて われわれの立っている宝いをまだほのかに照らしている落葉の名残の光の中に磨き立てた黄金の玉のようにキラキラ輝いていたカブトムシはどの枝にも引っかからないでぶら下がっていて落とせばわれわれの足元へ落ちてきたろうルグランはすぐに大釜を取りそれで虫の直下に直径34ヤードの丸い空き地を切り開き それをやってしまうとジュピターにひもを離して木から降りてこいと命じたちょうどそのカブトムシの落ちた地点にすこぶる正確に杭を打ち込むと彼は今度はポケットから薪弱を取り出したそれの一端を杭に一番近いその木の幹の一点に結びつけてから彼はそれを杭に届くまで伸ばしそこからさらに 木と杭との2点でちゃんと確定された方向に50フィートの距離まで伸ばしたその間をジュピターが大川でいばらを刈り取るこうして達した地点に第2の杭が打ち込まれそれを中心にして直径4ヤードばかりの存在な円が描かれたそれからルグランは自分で1丁の隙を取りジュピターに1丁 私に一丁渡してできるだけ早く掘りにかかってくれと頼んだ実を言うと私はもともとこんな道楽には特別の趣味を持っていなかったしことにその時には進んで断りたかったのだというのはだんだん夜は迫ってくるしそれにこれまでの運動で随分疲れてもいたからしかし逃れる方法もなかったし また拒絶してかわいそうな友の心の平静を乱したりすることを恐れたもしジュピターの助けを本当に頼りにできるなら私は早速この狂人を無理にでも連れて帰ろうとしたろうだがジュピターの性質を十分に飲み込んでいるので私が彼の主人と争うような時にはどんな場合にしろ私に味方をしてくれようとは望めないのであった。 私はルグランが金が埋められているというあの南部諸州に無数にある迷信のどれかにかぶれていてまた例のカブトムシを発見したことのためにあるいはおそらくジュピターがそれをしきりに本当の黄金でできている虫だと言い張ったことのために彼の空想がいよいよ強められているのだということを疑わなかった。 一体発狂しやすい人間というものはそういう暗示には造作なくかかりがちなものでことにそれが前から好んで考えていることと一致する場合にはなおさらであるそれから私はこの気の毒な男がカブトムシを自分の信頼の手引きだと言ったことを思い出したとにかく私は無償にイライラしまた途方に暮れた がしまいにはとうとううやむをえぬことと諦めて気持ちよくやろう本気で掘ってそして早くこの空想家に目の当たり証拠を見せつけて彼の抱いている考えの間違っていることを納得させてやろうと心に決めたのであった格闘に火をつけて我々一同は こんなことよりはもっと訳の分かった事柄にふさわしいような熱心さを持って仕事に取りかかった。そして、ほかげが我々の体や道具を照らしたとき、私は我々がどんなに絵のような一軍を成しているだろう。また、偶然に我々のいるところを通りかかる人があったら、その人には我々のやっていることがどんなにか奇妙にもおかしくも見えるに違いないということを。 考えなないいではいられなかった2時間の間我々は脇目も振らずに掘ったほとんど物を言わなかった一番困ったことは犬のキャンキャン泣き立てることだった犬は我々のしていることを非常に面白がっているのだしまいにはそれがあまり想像しくなったので ふきんをうろついている者どもに聞きとがめられはしまいかと気づかったいやもっと正確に言えばこれはルグランの気がかりであったのだなぜなら私としてはどんな邪魔でも入ってこの放浪者を連れ帰ることができるならむしろ喜んだろうからとうとうそのやかましい声をジュピターが大変うまく黙らせてしまった彼はいかにもしかつめらしく かんがえだ様子をしながら穴から出て、自分の片方のズボン釣りで犬の口を縛り上げそれから低くクスクス笑いながらまた自分の仕事にかかったその2時間がたってしまうと我々は5フィートの深さに達したけれどもやはり宝などの現れてきそうな様子もなかった一度はそれからちょっと休んだ そして私はこの茶番狂言もいよいよおしまいになればいいがと思い始めたしかしル・グランは明らかに広く面食らってはいたけれども物を思わしげに死体を脱うとまた再び隙を取り始めたそれまでに我々は直径4フィートの前言を掘ってしまったのだが今度は少しその範囲を大きくし さらに2フィートだけ深く掘ったそれでもやはり何も現れてこなかったあの黄金探索者は「私は心から彼を気の毒に思ったがとうとう顔一面に激しい失望の色を浮かべながら穴から這い上がり仕事を始める時に脱ぎ捨てておいた上着をノロノロといやいやながら着始めた」 その間私は何も言わなかったジュピターは主人の合図で道具を寄せ始めたそれが済んでしまい犬のくつごを外してやると我々は黙りこくって家路へと着いたその方向へ確か10歩ばかり歩いた時ルブランは大きな呪いの声を上げながら ジュピターのところへ大股につかつかと歩み寄り彼の襟首をひっつかんだびっくりしたジュピターは目と口とをできるだけ大きく開き隙を落として膝をついたこの野郎ルグランは食いしばった歯の間から一言一言を吐き出すように言ったこのいまいましい悪クトさあ言え 俺の言うことに今すぐ返事をしろ、ごまかさずにどっちが、どっちがお前の左の目だへえー、ごめんください、ウィル・ダンナ。こっちが、確かに、わしの左の目でがしょと、度肝を抜かれたジュピターは、自分の右の目に手を当てて、主人が、 今にもそれをえぐり取りはしないかと恐れるように必死になってその目を抑さえながら叫んだ。そううだろうと思っった。たたにはわかっていたんだ。めたぞ。とルグランはわめくとジュピターを突き放して続けざまにはね上がったりくるくる回ったりしたのでゲナンはびっくり仰天して無言のまま主人から私をまた 私から主人ごとを眺め返したさあ後戻りだとルグランは言ったまだだ。はつかないんだそして彼は再び先に立ってあのゆりの木の方へ行ったジュピターと我々がその木の根元のところへ来ると彼は言ったここへ来いシャレコベは。 顔を外にして枝に打ちつけてあったか、それとも顔を枝の方へ向けてあったか。顔は外を向いていましただなんだ。だからカラスは造作なく目をつつくことができたんでカラス。よし、じゃあお前がカブトムシを落としたのはこっちの目からか、それともそっちの目からか。と言いながらルグランは。 ジュピターの両方の目に一つ一つ触ってみせたこっちの目でがスうらんだ左の目であんた様のおっしゃるとおりに。といってジュピターの刺したのは彼の右の目だったそれでよしもう一度やり直したこうなると私は友の凶気の中にも 何かある方法らしいもののああるることが分かった。あるいは分かったような気がした彼はカブトムシの落ちた地点を表示する例の杭を元の位置から3インチばかり西の方へ移したそれから前のように薪弱を幹の一番近い点から杭まで引っ張りさらにそれを一直線に50フィートの距離まで伸ばして さっっき掘った地点から数ヤード離れた場所に目標を立てたその新しい位置の周囲に前のよりはいくらか大きい円を書き再び我々は隙をもって仕事に取り掛かった私は恐ろしく疲れていたが何がそういう変化を自分の気持ちに起こさせたのかちっともわからなかったけれど もう課せられた労働が大して嫌ではなくなった私は奇妙な興味を感じていたいや興奮をさえ感じていたおそらくルグランのすべてのとっぴな振る舞いの中には何かあるもの何か先見とか熟慮とか言ったような様子があってそれが私の心を動かしたのであろう私は熱心に掘った そして時々期待に似たようなある心持ちで不幸な友を発狂させたあの空想の宝を実際に待ち受けている自分にふと気がつくことがあったそういう妄想がすっかり私の心を捉えていた時そして掘り始めてから多分1時間半も経った頃我々は再び犬の激しく吠える声に邪魔された 前に犬が騒ぎ立てたのは明らかにふざけたがりか気まぐれからであったが今度は激しい真剣な調子だったジュピターがまた靴ごをかけようとすると犬は激しく抵抗し穴の中へ飛び込んで狂ったように爪で土をひっかいたそして数秒のうちに一塊の人骨を掘り出したがそれは2人分の完全な骸骨をなすもので 数個の金属製のボタンと毛織物の腐ってちりになったのらしく見えるものとがそれに混じっていた隙を12度打ち込むと大きなスペインナイフの刀身がひっくり返って出たそれからさらに掘るとバラバラの金貨や銀貨が34枚現れたこれを見るとジュピターの喜びは ほとんど抑えきれぬくらいだったが彼の主人の顔はひどい失望の色を帯びたしかし彼はもっと努力を続けてくれと我々を励ましたがその言葉が言い終わるか終わらぬうちに私はつまずいてのめった自分の長靴のつま先をバラバラの土の中に半分埋まっていた大きな鉄の缶に引っ掛けたのだ 我々は今や一生懸命に掘ったそして私はかつてこれ以上に強烈な興奮の10分間を過ごしたことがないその10分間に我々は一つの長方形の木製の大箱をすっかり掘り出したのだこの箱はそれが完全に保存されていることや 驚くべき堅牢さを持っていることなどから考えると明らかに何かある硬化作用多分塩化第二水銀の硬化作用を施されているのであった長さは3フィート半幅は3フィート深さは2フィート半あった短鉄のタガでしっかりと締め秒を打ってあって全体に一種の格子細工を成している。 箱の両側の上部に近いところに鉄の缶が3つずつみんなで6つありそれによって6人でしっかり持つことができるようになっている我々が一緒になってあらん限りの力を出してみたがそこをほんの少しばかりずらすことができただけであったこんな恐ろしく重いものは到底動かせないということがすぐに分かった ありがたいことには蓋を止めてあるのは2本の抜き差しのできる缶抜きだけだった不安のあまりブルブル震え息を弾ませながら我々はその缶抜きを引き抜いたとたちまち値も知れぬほどの財宝が我々の完全に光きらめいて現れた格闘の光が穴の中へさした時 雑然として積み重なっている黄金宝石の山から実に産卵たる光期が照り返して全く我々の目をくらませたのであったそれを眺めた時の心持ちを私は書き記そうとはしまい驚きが主だったことは言うまでもないルグランは興奮のあまりヘトヘトになっているようでほとんど口もきかなかった ジュピターの顔はちょっとの間これ以上になれないほど死人のように青白くなった彼はあっけに取られて肝を潰しているらしかったやがて彼は穴の中に膝をついて袖をまくり上げた両腕を肘のところまで黄金の中に埋めちょうど湯に入っていい気持ちになってでもいるように腕をそのままにしていた。 ととう,とうふかいためいきをつきながらひとりごとのようにさけんだでこりゃあみんなあのこが虫むしからなんだあのきれいなこが虫。むしわしがあんなにらんぼうにわるぐちいったかわいそうなちっちゃいこが虫むしからなんだおめえは恥ずかしくねえか返事してみろ ととうとう私は主従の2人を促して財宝を運ぶようにさせなければならなくなった夜はだんだん老けてくるし夜明け前に何もかもみんな家へ持って行くにはひと働きする必要があったのだがどうしたらいいかなかなかわからず考えるのにずいぶん長く時間がかかったそれほど一同の頭は混乱していたのだ とうとう中にあるものの、3分の2を取り出して箱を軽くするとどうにか穴から引き上げることができた。取り出した品物はいばらの間において、その番を刺させるために犬を残し、我々が帰ってくるまではどんなことがあっても、その場所から離れぬよう。また口をひらかぬようにとジュピターから犬に厳しく言いつけた。 それから我々は箱を持って急いで家路に着いたそして無事にだが非常に骨を折った後に小屋へ着いたのは午前1時だった疲れきっていたのですぐまた続けて働くということは人間技ではできないことだった我々は2時まで休み食事をとった。 それからすぐ幸いに家の中にあった3つの丈夫な袋を携えて山に向かって出発した4時少し前にさっきの穴へ着き残りの獲物を3人にできるだけ当分に分け穴に埋めないままに再び小屋へ向かったが2度目に我々の黄金の荷を小屋に下ろしたのはちょうどあけぼのの最初の光が。 東の方の木々の頂から輝き出した頃であった一同はもうすっかりへたばっていたが激しい興奮が我々を休息させなかった34時間ばかりうとうと眠ると我々はまるで申し合わせてでもあったように財宝を調べようと起き上がった 箱は縁のところまでいっぱいになっていてその内容を吟味するのにその日一日とその夜の大部分がかかった秩序とか配列とかいったようなものは少しもなかった何もかも雑然と積み重ねてあった全てを念入りにえり分けてみると初めに想像していたよりももっと莫大な富が手に入ったことが分かった 貨幣では45万ドル以上もあったこれは一つ一つの価格を当時の相場表によってできるだけ正確に値踏みしてである銀貨は1枚もなかったみんな古い時代の金貨で種類も種々さまざまだったフランスやスペインやドイツの貨幣それにイギリスのギニー金貨が少し。 またこれまで見本を見たこともないような貨幣もあったひどくすり減っているので刻印のちっとも読めない非常に大きくて重い貨幣もいくつかあったアメリカの貨幣は一つもなかった宝石の価格を見積もるのは一層困難だったダイヤモンドはその中にはとても大きな立派なものがあったが みんなで百十個あり、小さいのは一つもない。素晴らしい光輝を放つルビーが十八個、エメラルドが三百十個。これはみんな極めて美しい。サファイアが二十一個とオパールが一個。それらの宝石はすべてその台から外して箱の中にバラバラに投げ込んであった。 他の黄金の間から取り出したその台の方は見分けのつかぬようにするために金づちでたたき潰したものらしく見えたこれら全てのほかに非常にたくさんの純金の装飾品があったつまりどっしりした指輪やイヤリングがかれこれ200立派な首飾りこれは確か30あったと記憶する。 とても大きな重い十字架が83個非常な価格の香炉が5個ぶどうの葉と酔いしれて踊っている人々の姿とを見事に浮き彫りした大きな黄金のポンス酢鉢が1個それから成功に彫りをした刀剣の柄が2本とその他思い出すことのできないたくさんの小さな品々これらの貴重品の重量は。 350ポンドを超えていたそしてこの概算には197個の素晴らしい金時計が入っていないのだその中の3個は確かにそれぞれ500ドルの値はある時計の多くは非常に古くて機械が腐食のために多少とも傷んでいるので時を計るものとしては無価値であったがどれもこれも みんなたくさんの宝石をちりばめ高価な川に入っていたこの箱の全内容をその夜我々は150万ドルと見積もった。ところがその後、その送信具や宝石類をいくつかは我々自身が使うのにとっておいたが売り払ってみると我々がこの財宝を よほど安く値みしていたたたことが分かっっのだったいよいよ調べが終わって激しい興奮がいくらか静まるとルグランは私がこの不思議極まる謎の説明を聞きたくてたまらないでいるのを見てそれに関する一切の事情を詳しく話し始めたのだ「君は覚えているだろう?」うと彼は言った。 僕がカブトムシの略図を書いて君に渡したあの晩のことをまた君が僕の書いた絵をドクロに似ていると言い張ったのに僕がすっかり腹を立てたことも思い出せるだろうはじめ君がそう言った時には僕は君が冗談を言っているのだと思ったものだだがその後、あの虫の背中に妙な点があるのを思い浮かべて君の言ったことにも 少しは事実の根拠がないでもないと内心認めるようになったでも君が僕の絵の腕前を冷やかしたのが尺だった僕は絵が上手だと言われているんだからねだから君があの羊皮紙の切れっ端を渡してくれた時僕はそいつをしわくちゃにして怒って火の中へ投げ込もうとしたんだあの紙の切れっ端のことだろうと私が言った いや、あれは見たところでは紙によく似ていて最初は僕もそうかと思ったが絵を描いてみるとごく薄い羊皮紙だということにすぐ気がついたよ覚えているだろうずいぶん汚れていたねところであれをちょうどしわくちゃにしようとしていた時君の見ていたあの絵がちらりと僕の目に留まったのさ事実ドクロの図を認めた時の僕の驚きは きにもうできるだろうちょっとの間僕はあんまりびっくりしたので正確にものを考えることができなかった僕は自分の描いた絵が大体の輪郭には似ているところはあったけれども細かい点ではそれとは大変違っていることを知ったやがてろうそくを取って部屋の向こう隅へ行って腰をかけその用皮紙をもっとよく吟味し始めた ひっくり返してみると僕の絵が自分の描いた通りにその裏にあるのだその時の僕の最初の感じはただ両方の絵の輪郭が全くよく似ているということに対する驚きだった羊皮紙の反対の側に僕の描いたカブトムシの絵の真下に僕の目につかず頭蓋骨がありこの頭蓋骨の輪郭だけではなく 大きさまでが僕の絵によく似ているという事実に含まれた不思議な暗号に対する驚きだったこの暗号の不思議さはしばらくの間僕を全く呆然とさせたよこれはこういうような暗号から起こる普通の結果なんだ心は連絡を原因と結果との関連を確立しようと努めそれができないので 一一種の一時的な麻痺状態に陥るんだね。だが僕がこのぼ然ぜん自失の状態から回復するとその暗号よりももっともっと僕を驚かせた一つの確信が心の中にだんだんと湧き上がってきたんだ僕はカブトムシの絵を描いた時には羊皮紙の上に何の絵もなかったことを明瞭に確実に思い出し始めた。 僕はこのことを完全に確かだと思うようになったなぜなら一番きれいなところを探そうと思って初めに一方の側をそれから裏をとひっくり返してみたことを思い出したからなんだもし頭蓋骨がその時そこにあったならもちろん見逃すはずがないこの点に実際説明のできないと思われる神秘があったが その時はもはや僕の知力の一番奥深いところでは昨夜の冒険であんなに見事に証明されたあの事実の概念が蛍火,火のようにかすかにひらめいたようだった僕はすぐ立ち上がり羊皮紙を大事にしまいこんで一人になるまでそれ以上考えることは一切やめてしまった君が帰ってゆきジュピターがぐっすり眠ってしまうと 僕はその事柄をもっと順序立てて研究することに着手したまず第一に楊ひしがどうして自分の手に入ったかということを考えてみた僕たちがあのカブトムシを発見した場所は島の東の方1マイルばかりの本土の海岸で満潮点のほんの少し上のところだった僕が捕まえると強くかみついたのでそれを落とした ジュピターはいつもの用心深さで自分の方へ飛んできたその虫をつかむ前に木の葉とか何かそういったようなものを探してそれで捕まえようと辺りを見回した彼の目とそれから僕の目とがあの陽皮の切れっ端に止まったのはこの瞬間だったもっともその時はそれを紙だと思っていたがねそれは砂の中に半ば埋まっていて 一つの隅だけが出ていた。それを見つけた場所の近くに僕は帆船のロングボートらしいものの残骸を認めたその難破船はよほど長い間そこにあるものらしかったというのはボートの溶剤らしいということがやっとわかるほどだったからさてジュピターがその溶飛脂を拾い上げカブトムシをその中に包んで くにたしてくれたそれから間もなく僕たちは家へ帰りかけたがその途中でじい注意にあった虫を見せたところ要塞へ借りていきたいと頼むのだ僕が承知すると彼はすぐにその虫をそれの包んであった擁皮紙の中へ入れないでそのまま自分の直肥のポケットの中へ突っ込んでしまったその擁皮紙が 彼が虫を調べている間僕が手に持っていたのさ多分彼は僕の気が変わるのを恐れてすぐさま獲物をしまってしまった方がいいと考えたんだろうよ何しろ君も知っている通りあの男は博物学に関することなら何でもまるで夢中だからねそれと同時に僕は何の気なしに用皮紙,紙を自分のポケットの中へ入れたに違いない。 僕がカブトムシの絵を描こうと思ってテーブルの所へ行った時いつも置いてあるところに紙が1枚もなかったことを君は覚えているね引き出しの中を見たがそこにもなかった古る手紙でもないかと思ってポケットを探すとその時手があの羊皮紙に触れたのだあれが僕の手に入った正確な経路をこんなに詳しく話すのはその事情が 特に強い印象を僕にいんをたえからなんだよきっと君は僕が空想を駆り立てているのだと思うだろうが僕はもうとっくに連絡を立ててしまっていたのだ大きな鎖の2つの輪を結びつけてしまったのだ海岸にボートが横たわっていてそのボートから遠くないところに頭蓋骨の絵のある羊皮紙紙ではなくて があったんだぜ君はもちろん「どこに連絡があるのだ」と問うだろう僕は頭蓋骨つまりドクロは誰でも知ってる通り海賊の希少だと答えるドクロの旗は海賊が仕事をする時にはいつでも掲げるものなのだ僕はその切れっ端が羊皮紙であって紙ではないと言ったね 紙はもののいいものでほとんど不滅だただ普通絵を描いたり字を書いたりするにはとても紙ほど適していないから大して重要でない事柄はめったに用紙には書かないこう考えるとどクろに何か意味が何か適切さがあることに思いついた僕はまたその用紙の形にも十分注意した。 1一つの隅だけが何かのはずみでちぎれてしまっていたけれど元の形が長方形であることは分かった実際それはちょうど控え書きとして何か長く記憶し大切に保存すべきことを書き記すものとして選ばれそうなものなんだしかしだねと私が言葉を挟んだ君はカブトムシの絵を描いた時には その頭蓋骨は羊皮紙の上になかったというどうするとどうしてボートと頭蓋骨の間に連絡をつけるんだいその頭蓋骨の方は君自身の認めるところによればどうしてまた誰によって書かれたかということはわからんが君がカブトムシを書いた後に書かれたに違いないんだからねああそこに全体の神秘が書か,かっているんだよ も,っともこの点ではこの秘密を解決するのは僕には比較的難しくはなかったがね僕のやり方は確実でただ一つの結論しか出てこないのだ例えば僕はこんな風に推理していったんだ僕がカブトムシを描いた時には頭蓋骨は少しも羊皮紙に現れていなかった絵を描き上げると僕はそれを君に渡し君が返すまでじっ と、を見ていた。だから君があの頭蓋骨を描いたんじゃないしまたほかにそれを描くようなものは誰も居合わさなかったしてみるとそれにもかかわらず描いてあったんだここまで考えてくると僕はその時の前後に起こったあらゆる出来事を十分はっきり思い出そうと努め また実際思い出したのだ気候の冷え冷えする日で炉には火が盛んに燃えていた僕は歩いてきたので体がほてっていたからテーブルのそばに腰掛けていただが君はいすを炉のすぐ近くへ引き寄せていた僕が君の手に用皮紙を渡し君がそれを調べようとしたちょうどその時 あのニューファウンドランド市のウルフのやつが入ってきて君の肩に飛びついた君は左手で犬をなでまた遠ざけながら羊皮紙を持った右の手を無頓着にひざの間の火のすぐ近くのところへ垂れた一時はそれに火がついたかと思ったので君に注意しようとしたが僕が言い出さないうちに君はそれを引っ込めて調べにかかったのだ こういう全ての事柄を考えた時僕は熱こそ羊皮にその頭蓋骨を表せたものだということを少しも疑わなかったんだよ君もよく知っているとおり紙なりベラムなりに文字を書き火にかけた時にだけその文字が見えるようにできる科学的薬剤があるしまたずっと昔からあった。 不純酸化コバルトを大水に浸しその4倍の重量の水に薄めたものが時々用いられるすると緑色が出るコバルトの火を蘇生硝酸に溶かしたものだと赤色が出るこれらの色は文字を書いた物質が冷却するとその後早い遅いの差はあっても消えてしまうが火に当てると 再び現れてくるのだ。僕はそこで今度はそのどくろをよくよく調べてみた。と外側の端の方メラブの端に一番近い絵の端の方は他のところよりはよほどはっきりしている火器の作用が不完全また不平等だったことは明らかだ僕はすぐ火をたきつけて溶皮しのあらゆる部分を 強い熱に当ててみた初めはただどくろのぼんやりした線がはっきりしてきただけだったがなおも辛抱強くその実験を続けているとどくろを書いてある場所の斜め反対の隅っこに最初はヤギだろうと思われる絵が見えるようになってきたしかしもっとよく調べてみると小ヤギ キッドのつもりなのだということが分かったはっはっは私は言った確かに僕には君を笑う権利はないが150万という金は笑い事にしちゃあんまり重大だからねだが君は君の鎖の第三の輪をこさえようとしているんじゃあるまいね海賊と羊との間には何も特別な関係なんかないだろう 海賊はご承知のとおりヤギなんかには縁はないからなヤギならお百姓さんの畑だよしかし僕は今その絵はヤギじゃないと言ったぜうんそんならきっとだねまあほとんど同じものさほとんどねだが全く同じものじゃないとルグランが言った君は きっと船長という男の話を聞いたことがあるだろう僕はすぐこの動物の絵を地口の署名か象形文字の署名といったようなものだと見なしたんだ署名だというわけはベラムの上にあるその位置がいかにもそう思わせたからなんだよその斜め反対の隅にあるドころも同じように印象とか印判とかいうふうに見えたしかし その他のものが何一つないのには、書類だろうと自分の想像したものの主体、文の前後に対する本文がないのには、僕も全く弱ったね。君は印象と署名との間に手紙でも見つかると思ったんだろう。まあそういったようなことさ。実を言うと、僕は何か素晴らしい幸運が向いてきそうな予感がしてならなかったんだ。なぜかってことはほとんど言えないがね。 つまり多分それは実際の信念というよりは願望だったのだろうだがあの虫を純金だと言ったジュピターの馬鹿げた言葉が僕の空想に強い影響を及ぼしたんだよそれからまた次々に起こった偶然の出来事と暗号そういうものが全く実に不思議だった一年中で火のいるほど寒い日はその日だけと あるいはその日だけかもしれんと思われるその日にああいう出来事が起こったということまたその日がなかったらあるいはちょうどあの瞬間に犬が入ってこなかったら僕が決してどころに気が付きはしなかったろうししたがって宝を手に入れることもできなかったろうということは本当にほんの偶然のことじゃないかだが先を話したまえ。 じれたたくてたまらんよ。やしやし君はもちろんあの世間に広まっているたくさんの話キッドとその一味のものが大西洋のどこかの海岸に金を埋めたというあの無数の漠然としたうわさを聞いたことがあるねこういううわさは何か事実の根拠があったに違いないそしてそのうわさがそんなに長い間 そんなに引き続いて存在しているということはその埋められた宝がまだやはり埋まったままになっているという事情からだけ起こりうることだと僕には思われたのだもしキットが自分の略奪品を一時隠しておいてその後それを取り返したのならその噂は現在のようないつも変わらない形で僕たちの耳に入りはしないだろう。 君も気がついているだろうが話というのはどれもこれもみんな金を探す人のことで金を見つけ出した人のことではないあの海賊が自分の金を取り戻したのならそこでこの事件は立ち消えになってしまうはずだで僕はこう思ったキッドは何かの事故のために例えば その場所を示す控え書きをなくしたといったようなことのためにそれをを取り戻す手段をなくしたのだ。そしてそのことが彼ののの手下の者どもに知れたのだ。でなければ彼らは宝が隠してあるなどということは聞くはずがなかったんだろうがねそこで彼らはそれを取り返そうとしきりにやってみたが何の手がかりもないので失敗し その連中が今日誰でも知っているあの噂の種をまきそれからそれが広く世間に広がるようになったのだとね君は海岸で何か大事な宝が掘り出されたということを今まで聞いたことがあるかいいやいしかしキッドの蓄えた財宝が莫大なものであることはよく知られているだから僕は そいつがまだ土の中にあるのだと考えたんだよ。あんな不思議な具合にして見つかったあの羊皮紙がそれの埋めてある場所の記録の紛失したものなのだというほとんど確信と言えるくらいの希望を僕が抱いたと言っても君は別に驚きはしないだろう。だがそれからどうしたんだい僕は火力を強くしてから。 たびそのベラムを火に当ててみたが何にも現れなかったそこで今度は泥のついていることがこの失敗と何か関係があるかもしれんと考えただから羊皮紙に湯をかけて丁寧に洗いそれから鈴の鍋の中へ頭蓋骨の絵を下に向けて入れその鍋を炭火のかまどにかけた。 23分たつと鍋がすっかり熱くなったので羊皮紙を取り除けてみると何とも言えないほどうれしかったことには行になって並んでいる数字のようなものがところどころ斑点になって見えるんだねそれでまた鍋の中へ入れてもう1分間そのままにしておいた取り出してみると全体がちょうど君の今見るとおりになっていたんだ こう言ってルグランは羊皮紙をまた熱して私にそれを調べさせたドクロと羊との間に赤い色で次のような記号が乱雑に出ているしかしと私は紙切れを彼に返しながら言った僕にはやっぱりまるでわからないなこの謎を解いたら ゴルコンダの宝石をみんなもらえるとしても僕はとてもそれを手に入れることはできないねでもねとルーランが言ったこれを解くことは決して難しくはないんだよ君がこの記号を最初にざっと見て想像するほどにはね誰でもたやすくわかるだろうがこの記号は暗号を成しているのだつまり意味を持っているのだ しかしキットについて知られていることから考えると彼にそう対して難解な暗号文を組み立てる能力などがあろうとは僕には思えなかった僕はすぐこれは単純な種類のものだがあの船乗りの頭にはキーがなければ絶対に解けないと思われるようなそんな程度のものだと心を決めてしまったんだで君は本当にそれを解いたんだね わけなしにさ、僕は今までにこの1万倍も難しいのを解いたことがある境遇と頭脳のある成功とが僕をそういう謎に興味を持たせるようにしたのだ人間の知恵を適切に働かしても解けないような謎を人間の知恵が組み立てることができるかどうかということは大いに疑わしいな事実連続した読みやすい記号が一度それと分かってしまえば その意味を展開する困難ななどは、僕は僕何とも思わなかった。今の場合では秘密文書の場合では実際全てそうだが第1の問題は暗号の国語語が何語かとということな,んだなぜなら解釈の原則はことに簡単な暗号となるとある特定の国語の特質によるものであるしまたそれによって変わりもするんだからね。 一般にどの国語かわかるまでは解釈を試みる人の知っているあらゆる国語をプロパビリティに従って実験してみるより他に仕方がないだが今僕たちの前にあるこの暗号は署名があるのでこのことについての一切の困難が取り除かれているキットという言葉のしゃれは英語以外の国語ではわからないものだこういうい事情がなかったら、 僕はまずスペインン語語とフランススでやり始めたろうよ。スパニッシュメインの海賊がこの種の秘密を書くとすれば大抵そのどちらかの国語だろうからねところがそういうわけだったから僕はこの暗号を英語だと仮定したご覧の通り語と語との間には何の区切りもない区切りがあったら仕事は比較的優しかったろうそういう場合には 初めに短い言葉を対象し分析するそしてもしよくあるように「一字の語」が見つかったら解釈はまずできたと思っていいのだしかし区切りが少しもないので僕の最初に取るべき手段は「一番多く出ている字」と「一番少ししか出ていない字」とを突き止めることだったですっかり数えて僕はこういう表を作った。 さて、英語で最もしばしば出てくる字は E だそれから AOIDHNRSTUYCFGLMWBKPQXZ という順番になっているしかし E は非常に多いので。 どんな長さの文章でも一つの文章に「E が一番たくさん出ていないということはめったにないのだ。とするとここで僕たちはまず手始めに単なる憶測以上のあるものの基礎を得たことになるね。表というものが一般に有益なものであるということは明白だ。が、この暗号に限っては僕たちはほんのわずかしかその助けを要しない。 一番多い記号は8だから、まずそれを普通のアルファベットの「E」と仮定して始めることにしようこの推定を証拠立ててみるために8が2つ続いているかどうかを見ようじゃないか。なぜかというと英語では「E」が2つ続くことがかなりの頻度であるからだ例えば「m e e t Fleet」「Speed」「C」「e n e B」「a n アグリーなどのようにね。僕たちの暗号の場合では暗号文が短いにもかかわらずそれが5度までも重なっているよそこで8を E と仮定してみようさて英語のすべての語の中で一番ありふれた語は「ザだだから最後が8になっていて同じ配置の順序になっている3つの記号が「 度々出ていないなかかどううを見ようそんなふうに並んだそういう文字がたびたび出ていたらそれは多分「ザという語を表すものだろう調べてみるとそういう配列が7か所もあってその記号というのはセミコロン4 8だ,だからセミコロンは t を表し4は h を表し8は e を表していると仮定してもよかろう。 この最後の記号は今ではまず十分確証されたこうして一歩大きく踏み出したのだしかも一つの語が決まったので大変重要な1点を決めることができるわけだつまり他の語の始めと終わりをいくつか決められるのだね例えば暗号のおしまい近くの最後から2番目のセミコロン48という組み合わせのあるところを見よう とそのすぐ次に来るセミコロンが5の始めであることがわかるそしてこの「座」の後ろにある6つの記号のうち僕たちは5つまで知っているのだそこでわからないところは開けておいてその5つの記号を分かっている文字に書き換えてみようじゃないかここでこの th がこの始めの「 T」で始まる語の一部分をなさないものとしてすぐにこれを退けることができる。というわけはこの空いているところへ当てはまる文字としてアルファベットを1つ残らず調べてみても「TH」がその一部分となるような語ができないことがわかるからなんだ。こうして僕たちは「」に極限されそしてもし必要ならば「 前のようにアルファベットを一つ一つ当ててみると考えられる唯一の読み方としてツリーという語に到達するこうしてっこで表している「r」という字をもう一つ知り「the ツリー」という言葉が並んでいることがわかるのだこの言葉の少し先の方を見ていくとまたセミコロン48の組み合わせがあるからこれを そのすすぐ前ににある語に対するる。対区切りとして用いるするとこういう配列になっているねつまり分かっているところへ普通の文字を置き換えるとこうなるさて未知の記号の代わりに空白を残すかまたは点を打てばこうなるだろう。 すると「スルー」という言葉がすぐに明らかになってくるがこの発見はダブルダガー「クエスチョン」「3」で表されている「OUG」という3つの文字を僕たちに与えてくれるのだそれから基地の記号の組み合わせがないかと暗号を念入りに探していくと初めの方からあまり遠くないところにこんな配列が見つかる。 8 3かっこすなわち、e G R e e、これは明白にデグリーという語の終わりでダガーで表している D という文字がまた一つわかるのだこのデグリーという語の四つ先にという組み合わせがある。 基地の記号を翻訳し未知のを前のように点で表すとこうなるねこの配列はすぐ「13」という言葉を思いつかせ「6」で表している「in」という2つの新しい文字をまた教えてくれる今度は暗号文の始めを見るとという組み合わせがあるね。 前のように翻訳するととなるがこれは最初の文字が A で初めの2つの語が「A グッド」であることを確信させるものだ混乱を避けるためにもう今では分かっただけの鍵を表の形式にして整えた方がいいだろう。それはこうなる だからこれで最も重要な文字が11も分かったわけでこれ以上解き方の詳しいことを続けて話す必要はないだろう僕はこの種の暗号の造作なく解けるものであることを君に納得させまたその展開の論理的根拠に対する多少の洞察を君に与えるためにもう十分話したのだだが僕たちの前にあるこの見本なんぞは暗号文の 実に最も単純な種類に属するものだと思いたまえ今ではもうこの用意詞に書いてある記号を解いた通りに前訳したものを君に示すことが残っているだけだそれはこうだよ。 僧侶の旗子悪魔の腰掛けにてよき眼鏡十一度十三分北東尾北東側第七の大枝どくろの左目よりいる木より玉を通して五十フィート外方に直虚線だがと私は言った謎は依然として前と同じくらい厄介なようだね悪魔の腰掛けだのどくろだの 僧侶の旗ごだのというようなこんなた語ごとからどうして意味を引っ張り出すことができるのかねそりゃあねとルグランが答えたちょっと見たときにはまだ問題は容易ならぬものに見えるさまず僕の努力したことは暗号を書いた人間の考えたとおりの自然な区分に文章を分けることだったというと 苦闘をつけるここととだねそうういったようなことさしかしどうしてそれができたんだい僕はこれを書いた者にとっては解釈をもっと難しくするために言葉を区分なしにくっつけて書き続けることが重要な点だったのだと考えたところであまり頭の鋭敏でない人間がそういうことをやるときには大抵は必ずやりすぎるものだ。 文を書いていくうちに当然句読点をつけなければならんような文章の切れるところへ来るとそういう連中はとかくその場所で普通より以上に記号をごちゃごちゃに詰めて書きがちなものだよ今の場合この書き物を調べるなら君はそういうひどく混んでいるところが5箇所あることをたやすく目に留めるだろうそのヒントに従って僕はこんな風に区分したんだ

まだやっぱり僕にはわからないね。23日の間は僕にもわからなかったよ。とルグランが答えたその間僕はサリバン島の付近にビショップスホテルという名で知られている建物がないかと熱心に探し回ったもろん、ホステルという古語はよしたのさがそれに関しては何も得るところがなかったので捜索の範囲を広げて もっっとと系統的な方法でやてていこうとしていた時ある朝全く突然に頭に浮かんだのはそのビショップスホステルというのは島の4マイルばかり北方にずっと昔から古い屋敷を持っていたベソップという名の旧居と何か関係があるかもしれないということだったそこで僕はそこの農園へ行ってその土地の年寄りたちにまたいろいろと聞いてみた ととうとうよほど年を取った一人のばあさんがベソップの城というようなところを聞いたことがあってそこへご案内することができるだろうと思うがそれは城でも宿屋でもなくて高い岩だと言ってくれた僕は骨折り賃は十分出すがというとばあさんはしばらくためらった後その場所へ一緒に行ってくれることを承知した大した困難もなくそこが見つかったので それからばあさんをかえしてぼくはその場しょをしらべはじめたそのしろというのは崖や岩がけやいわがざつぜんとあつまっているところのことでそのなかのひとつのいわはずっとたかくてまたこりつしていてじんこうてきなふうにみえるのでたいへんめだっていたぼくはそのいわのてっぺんへよじのぼったんだがさてそれからどうしたらいいかということは。 大いに途方に暮れてしまっさんざん考えこんでいるうちに僕の目はふと自分の立っている頂上から多分1ヤードくらい下の岩の狭い出っ張りに落ちたこの出っ張りは約18インチほど突き出ていて幅は1フィート以上はなくそのすぐ上の崖にくぼみがあるので我々の祖先の使ったあの背をくった椅子にあらまし似ているんだ僕は これこそあの書き物にある悪魔の腰掛けに違いないと思いもうあの謎の秘密をすっかり握ったような気がしたよ良きメガネというのが望遠鏡以外のものであるはずがないということは僕には分かっていた船乗りはメガネという言葉をそれ以外の意味にはめったに使わないからねそこで僕は望遠鏡はここで用いるべきであるということここがそれを用いるに 少しの変更をも許さぬ定まった観察点であるということがすぐに分かったのだまた41度13部や北東美北という文句が眼鏡を照準する方向を示すものであることはすぐに信じられたこういう発見に大いに興奮して急いで家へ帰り望遠鏡を手に入れてまた岩のところへ引き返した出っ張りのところへ降りると 一つの決まった姿勢でなければ席を取ることができないということが分かったこの事実は僕が前から持っていた考えをますます確かめてくれたのだそれからメガネの使用に取り掛かった無論41度13分というのは原子地平の上の行角を示しているものに違いないなぜなら水平線上の方向は 北東尾北という言葉ではっきり示されているんだからねこの北東尾北の方向を僕は懐中磁石ですぐに決めたそれから眼鏡を大体の見当でできるだけ41度の行革に向けて気をつけながらそれを上下に動かしているとそのうち遥か彼方に群を抜いてそびえている一本の大木の葉の茂みの中に丸い隙間 あるいは空いているところがあるのに注意を引かれたその隙間の真ん中に白い点を認めたが初めはそれが何であるか見分けがつかなかった望遠鏡の焦点を合わせて再び見ると今度はそれが人間の頭蓋骨であることが分かったこれを発見すると僕はすっかり喜び潜んで謎が解けてしまったと考えたよなぜかといえば 東側第7の大枝という文句は木の上の頭蓋骨の位置を指すものに決まっているしまた「ドクロの左目よりいる」というのも埋められた宝の創作に関して唯一の解釈しか許さないものだったから僕は頭蓋骨の左の目から弾丸を落とす仕組みになっているのでまた幹の一番近い点から弾つまり弾丸の落ちたところを通して 直距離あるいは別の言葉で言えば一直線を引きそこからさらに50フィートの距離に延長すればある一定の点が示されるだろうということを悟ったそしてこの地点の下に貴重な品物が隠されているということは少なくともないとも言えぬことだと考えた次第なのさ何もかも全て実にはっきりしてるね。 と私は言ったまた巧妙ではあるが簡単で明瞭だよで君はその僧侶の旅籠を出てそれからどうしたんだいもちろんその木の方位をよく見定めてから家へ帰ったさだがその悪魔の腰掛けを離れるとすぐ例の丸い隙間は見えなくなりそのあとはどっちへ振り向いてもチラリとも見ることができなかったよ この事件全体の中で僕に一番巧妙だと思われるのはこの丸く空いているところが岩の面の狭い出っ張り以外のどんな視点からも見られないという事実だね幾度もやってみてそれが事実だということを僕ははっきり確信しているんだこの「僧侶の旗声探検」に行った時にはジュピターも一緒についてきたがあいつはそれまでの数週間 僕の態度のぼんやりしていることにちゃんと気がついていて僕を一人ではおかぬようにと特に注意をしていただがその次の日僕は非常に早く起きて霊の木を探しに山の中へ行ったんだ随分骨を折った末そいつを見つけた夜になって家へ帰ってくるとやっこさんは僕をかんしようと言うんだよそれから後の冒険については君は 僕自身と同様によく知っているはずだ。最初に掘った時にと私が言った君が場所を間違えたのはジュピターが間抜けにも頭蓋骨の左の目からではなくて右の目から虫を落としたためだったんだねその通りさそのしくじりは玉のところにつまり木に近い方の杭の位置に2インチ半ほどの差ができた。 そしてもし宝が玉の真下にあったのならこの誤りは何でもなかったろう。ところが玉と木の一番近い点とはただ方向の線を決定する2点に過ぎなかったのだ。無論その誤りは初はめは小さなものであっても線を伸ばして行くに従って大きくなり50フィートも行った時にはすっかり場所が違ってしまったのさ。 宝がどこかこの辺に本当に埋められているという深い確信が僕になかったら僕たちの骨折りもすっかり無駄になってしまうところだったよ頭蓋骨を用いるという思いつき頭蓋骨の目から弾丸を落とすという思いつきは海賊の旗からキットが考えついたことだろうと僕は思うねきっと彼はこの気味の悪い気性で自分の金を取り戻すことに 指摘調和といったようなものを感じたんだぜあるいはそうかもしれんだが僕は常識ということが私的調和ということと全く同じくらいそのことに関係があると考えずにはいられないんだあの悪魔の腰掛けから見えるためにはそのものはもし小さいものならどうしても白くなくちゃならんところでどんな天候にさらされてもその白さを保ち さら人間の頭蓋骨にかなうものはないからなしかし君の大げさなもの,の言いぶりやカブトムシを振り回す振る舞いといったらそりゃあ実に奇妙きテレツだったぜ僕はてっきり君が気が狂ったのだと思ったよで君はなぜあの頭蓋骨から弾丸ではなくて虫を落とさせようと言い張ったんだい いや実を言うと君が明らかに僕の正気を疑っているのが少し尺だったので僕一流のやり方で真面目にちょっとばかり煙に巻いて君をこっそり凝らしてやろうと思ったのさカブトムシを振り回したりしたのもそのためだしあれを木から落とさせたのもそのためなんだ君があれを非常に重いと言ったので木から落とすというその考えを思いついたのだなるほど。 分かったよ。ところでもう一つだけ画展の床のことがあるあの穴の中にあった骸骨は何と解釈すべきだろうねそれは僕にだって君以上に答えられぬ問題だよしかしあれを説明するのにたった一つだけもっともらしい方法があるようだな僕の言うような凶行があったと信ずるのは恐ろしいことだがねキッドが。 もし本当にキッドがこの宝を隠したのならだよ僕はそうと信じて疑わないが彼がそれを埋める時に誰かに手伝ってもらったことは明らかだだがその仕事の一番厄介なところが住んでしまうと彼は自分の秘密に関係したものどもをみんな片づけてしまった方が都合がいいと考えたんだろうそれには多分 手伝い人たちが穴の中でせっせと働いている時にはしで2つも食らわせば十分だったろうよ。それとも1ダースも殴りつけなければならなかったかそのへんは誰にだってわからんさ。